さあ、ということでね、気を取り直して、気を取り直してね、もう一回ランドセルマンに挑戦していきたいと思います。なんかランドセルマン1体倒すとなんか下がなんか水浸しになってすごいなんか動きが鈍くなっちゃうんですよね。なんでできればその状態をなるべく避けたいから、基本的には2体同時に倒すのが、ほぼ2体同時に倒すのがベストだと思うんですけど、まあベストですよね。うん、こうマインボールとかなんか割とそこそここいつに対して有効っぽいんで、マインボルトをね効果的に使っていけばクリアできるのかなという感じですね。もう注射器もう一個使っちゃうか。正面からだとあんま食らわないのかな、もしかして。あー頭はもったいないぞ、頭はもったいないぞ。うおー、こっちから来てたー、こっちから来てたー。お、いいねいいね、いいよ、いい感じに邪魔してる、いい感じに邪魔してる。いいよいいよ、そのまま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 。お、早い早い早い、いいぞ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 。こっからなんですよね問題は、問題こっからなんですよね。なるべく下に行かないで。おお、どうした、来たー、やべえやばいやばいやばい、これはマジ超理想的な倒し方じゃないですか。めっちゃ今理想的な倒し方したんちゃいますかね。やべえ、素晴らしい、やべえ、超マジこれは感動した。やべえ、今めっちゃ感動した。いや、これ結構感動しましたね。ちょっとね、死にまくってようやく功を奏したのかと。そんな感じですね。なんだ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 、目玉か、今度は目玉が来んのか。なんだこれ、なんだこれ、遠いよ、光まで遠いよ。なんか明らかにこの
このサーチライトに当たったらダメ感めっちゃあるんだけど。これサーチライト当たったら何にレーザービームでも食らうのかな。これサーチライトなんだよな。早っ、チェックポイントチェックポイント早っ。なんですか今、めっちゃ早かったな。あかん、見つかる見つかる見つかってしまう。うわー、見つかったよー。あー、見つかっても特に何もペナルティはないのか。ただなんか最初からなるだけっぽいですね。ちっちゃい、無理これ、さすがに無理いや今のはさすがに無理、さすがにいくらなんでも今のは無理だった。なんやこのトラップ祭り。わお、さっきはなんか雑魚敵がいっぱいいて、今度はトラップ祭りかよ。もうこれ明らかにもう最終章っぽいですね、どう見ても。はい無理、はい無理。いやこれはねきついよね。どうすんだこれ。これこれどうすんだろうな。いけるかな、こっから。こうサーチライトかな。わお、いやこれ無理じゃねこれこれこれどうすんすかこれあれ破壊できんのかな、もしかして。破壊できんならいいんだけどね。お、ハハ無駄に成功した。これ破壊できんのかな。ちょっとやってみよう。うわ壊せねえ。やっぱ行くしかないのかこれ。行くしかないんすかね。行くしかないのか。これ見えねえもん、これ。これ見えねえよ、これこれはマジ見えない。反対側から行くってことかな。いやもうなんかこれもうなんかもうイライラ棒みたいな感じっすよねこれこれイライラ棒でしょ、ただの。見えへんもん、あんなあんな見えへんのよこれ。こう逆側から行けばいいのかな。そういう感じ。これ逆側から行く意味なくね逆側から行く意味なくないこれ。ああれ、あそういうことか。あ逆側から行く意味ありましたね、やっぱり。
逆がかり君ありましたね、バリバリ。おっしゃ、突破しました、突破しました。走れ、走るんだ。あこんな絶対初見無理だ、初見絶対無理や、これこんな初見で突破できるやつどこにいんねん、この世界のどこにもいねえよ、こんなこんな無理。これどっから、あ、こっからか。泳いでる場合じゃない。いやもうなんか ここまで徹底してるとなんかもう逆に感心しますよね。ここまでこの嫌がらせトラップがね、その徹底されてるともうなんかもうもはや感心しますよね、これ。そこまでするかって感じっすよ、これ。もうそこまでなんかもうこれもうめんどくせえよマジ。ごめんどくさいだけやん、こんな。おお、突破した、よっしゃよっしゃ、突破しましたね。さあ次はスパイダーウーマンかな、スパイダーウーマンちゃんかな。多分徐々に新装部に近づいていってるんでしょうね、きっと。うわ、もうステータス強化できねえし、セーブすることしかできない、セーブすることしかできない。チェーンソーおじさんとランドセルマンとニセガーラ倒したからもうね、次出てくるとしたらもう絶対スパーダーウーマンちゃんしかいないでしょ、仮にももし出てくるとしたら。でスパイダーウーマンちゃん倒したら多分もうラスボスかな。生きて帰ってももうエレベーターには乗らん。うお、なんだここ、なんだここ、ステムかな、ステムっぽいなここ。え、これどうすんの、何すりゃいいの、あれ撃てばいいのかな。何をすればいいの、何をすればいいの。
何をすればいいのこれ、意味が分からへん。あ、下打って下に降りればいいのかな。何をすればいいのこれ何をすればいいの。ワンちゃんだ。セバスチャン、彼から離れて。セバスチャン、よく聞いて。やめて。あなたと利害は一致しているはず。利害関係者？ステークホルダー？ただの新人刑事じゃないし、彼はただのガキじゃない。だがジョセフを殺し、俺を撃った。ジョセフ死んだの？状況でお前を信用しろと言っても無理だ。いい人よ。だから私は今さら無理。彼が何者なのか少しでも知っていれば、こいつは結局ない敵なんすか。このクソガキはルビクだ。全てあいつが。レスリー、よせ。ハハ、ガーラ君こんな顔してたんだ。溶けた、溶けた。あのクソガキは結局何がしたかったんだろう。うわー、なんだこいつ、なんやこいつ、なんやこいつなんかアメリカの SF 映画とかに出てきそうなって気が出てきたな。SF 映画かな。キットマンちゃんどこ行ったんだろうね。おい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 
あ、まだ走んのかよ。まだ走るんかい。なんか訳がわからないよ、訳がわからないよ。なんでこんな時に機関銃があんの、なんでこんなたまたま装甲車があんの。あ、なんかもうこれゲームのジャンル、急にゲームのジャンルが変わった。これ別ゲーだろ、もうホラーゲームちゃうやろこれ。なんか SF ゲームやんこれ。これスターフォックスでしょ、スターフォックスやこれ。これなんかロックオンっていうかなんか、あ、なんか急にシューティングゲームだった、急にシューティングゲームだった。あ、死んだ、針付けにされた。なぜかなぜかなぜか都合のいいところにロケットランチャーが落ちてきた。なぜか都合のいいところにチェーンソンおじさんが降ってきてロケットランチャーをくれた。チェーンソーおじさんここに来てまさかのアシスト。なんかこれ別ゲーだろマジで。打ちまくれ。打ちまくれ、打ちまくれ。もう残りの弾なんか知らんわ。残りの残数なんてワイは知らん。打ちまくるだけや。やばい、あと3発しかない、地味にあと3発しかない、地味にあと2発しかない。さあ当てろ、当てるんや。弾ありません、弾ありません、弾ない。もうハンドガンでいいんだ、ハンドガンでいいんだ、ハンドガンでいいんや。ハンドガンでいいんや。近づいてきた、もう撃てへん撃てへん撃てへん。なんかすごい地味な、すごい地味な終わり方したね今。多分最後あの赤いロックオンのとこに打ち込めばいいのかな多分。いやもう別ゲーだろ、もうなんか シューティングゲームだったな急に。この局面において急にシューティングゲームになった。これでじゃあ3発当てて、3発当てると、じゃあ4発か、4発当てるとこの状態になるから、これ狙いを定めて当てればええんちゃうかなと。あ、今絶対当てたでしょ、まだ来んのこいつ。もう一回か、もう一回当てて終わりや。まだ来んの、まだ来んの。終わった、死んだ。
おお死んでなかった、まだついてた。一発しか撃てなかった一発しか撃てへんかった。なんでこの局面において一発しか撃てへんねん。ルビキがガーラ君が本体なのかな。そこだ。やったか。お腹が膨張して割れた。目覚めた。なんか今のとどめの刺し方がもうバイオハザード7のラスボスのおばあちゃんの倒し方と完全に一緒でしたねなんかホラーゲームの最後ってなんか割となんかああいう終わり方が多いのかな。定番なんですかね。でも完全にバイオハザード7の最後のとどめの刺し方一緒でしたよ今。脳みそぶち割った、脳症炸裂した、山田だった。やるのかやってしまうのか。やったー、バイタルに反応です。あれ放っておいて、向こうの鬼看護婦じゃん。どうせ逃げられない。看護婦やん。誰もね。向こうのも、向こうのってのは誰のことかな。敵だったん、キッドワンちゃん敵だったん、看護婦さん敵だったんですかね。よくわかんないですね。コネリー運転手、ハゲ、ザビエルな、結局ない、こいつらは被験者だったってこと。実験になんか参加してたのかな。ウィザーズ・レスリー、なレスリー、クソガキは何、黒幕だったの。クソガキが一番の何元凶というか何ですかね。よくわかんない。とりあえずあのザビエルはあのまあ元凶というか敵側であるということはもう判明したんですけど、
行け行け行け。警部、大丈夫ですか？他に生存者は？頼む、外の空気を吸わせてくれ。結局あのクソガキは何者だったんだろう。これで終わっちゃうんですか？まさかこれで終わっちゃうんですか？結局夢落ちですか？仮に夢落ちだとしても、そのどの局面からや、そのね、夢の世界に入ったのかがちょっとよく分かんないですよね。もう多分最初のね、最初のプロローグに多分ヒントがあったんじゃないかなと思うんですけど、じゃないと明らかに辻褄が合わないですもんね。なんか変なノイズが聞こえて、確かそっから確かなんか始まってたから、多分あのノイズが多分ヒントなんじゃないかな。だってキットマンちゃんとあの病院のなんか看護婦さんが仲間っぽかったっすね、見た感じで。いやこれストーリーだけじゃ何もわかんねえ。これ追加コンテンツじゃなんないと何にもわかれへんやん。何もわかんないやん。じゃあジョセフ君は結局どうだったんだろうな。まあ回収されてない伏線とか謎とかは多分ね、追加コンテンツやれば全部わかるようになってんのかな。本編のストーリーはぶっちゃけところどころ友達ん家で軽くやったことあったんで、微妙に覚えてるとこもあったんですけど、まあそれでも3年前くらいかな、なんですけどね。追加コンテンツの方はガチで僕やったことないんで、そっちはのガチの初見なんで、そうね、それはちょっとやっぱり気になりますね。やってみたいですね。いやーでもチャプター15か、やっぱチャプター15でしたね、合ってましたね。あ、追加コンテンツってどんぐらいなんだろうな。あ、結局最後スパイダーウーマンちゃん出てきませんでしたね。いやまあそれはまあ本当に良かった良かったって感じなんですけど、もう追加コンテンツにも、もう追加コンテンツにさすがに出てこねえよな、スパイダーウーマンちゃん。結局スパイダーウーマンちゃんを最後に倒したのは、てか対決したのはあれか、キミラモンが出てきた回だけかかな。ホラーゲーム結構なんかご都合主義的な展開が多いんですけど、いやなんかこのゲームほどなんかご都合主義的な展開ぶりを見せることってもなかなかないんじゃないかなと思いますね。もう最後なんか都合よくなんか装甲車があって、その機関銃があって、なんかぶっ飛ばされたところに都合よくなんかチェーンソーおじさんが降ってきて、しかもチェーンソーおじさんがなぜか
なぜかロケラン持っててでロケランつかロケランってあの弾あんな実際一般あんないっぱい撃てるんですかね。なんか10発ぐらい撃てましたねロケラン意味わかんねえ。まあなんかあの世界ってなんかあのねガーラ君が作り出した世界なんで、まあ、ガーラ君の思い通りになんか何でもできるらしいんで、そうね、だからなんかもうチートだらけというか、もうなんかもう現実世界じゃないんで、なんかやっぱ突っ込んじゃ負けなのかなと、そういう結論ですね。はい、いやこのね眠くなるクラシックのね音楽が流れてきましたけど、この曲名何でしたっけね、忘れましたね。このゲームが結局洋芸か和芸かっていうのを最初は疑問だったんですけど、このゲームの開発自体はなんか日本の会社がやったらしくて、でも発売元販売元自体はやっぱりあの海外のアメリカだったかな確かの会社なんで、その作った人たちは日本人なんですけど、そのね、元というか販売元は海外なんで、まあだからやっぱり海外ゲー洋ゲーっぽいなんかねフォントというか文字というか、まあ、演出というかなんですね。まあぶっちゃけややこしいというか、まあね洋ゲーでもあり和ゲーでもありというか、まあそんな感じですよね。いやぶっちゃけこのゲームマジすげえ難易度高かったと思うな正直。僕ホラーゲーム結構今までやってきたんですけど、いろいろもう 1,2 番を争うぐらい下手したら難しいゲームだったようなそんな気がしますね。いやマジこのゲームやってるのに何回死んだんだろう今まで。もう間違いなく数えきれないぐらい死にましたよね。いやもうサイコブレイクとはよく言ったもんですよ本当に。メンタルブレイクっすよこのゲーム、メンタルブレイクっすねこのゲーム。長いなエンディングエンディング長いなこれ、これ飛ばせんのかな。まあ、このスタッフロールのこの名前見る限りでもやっぱり外国人の名前が多いから、なんでやっぱりまあ洋芸って言っていいんじゃないですかね正直。ほぼ洋芸なんじゃないですかね。まあホラーゲームとかグロテスクなゲームって多分日本よりも海外の方が市場規模があるというか需要があるというか多分人気が高いんで、だからホラーゲームって結構あれですよね、洋芸が多いですよね基本的に。で日本のホラーゲームはジャパニーズホラーって言って、あのね任天堂のゼロとかああいうどちらかというと幽霊系のゲームが、幽霊系のホラーゲームが多いと思うんですけど、洋芸だとなんかまあとにかく気持ち悪い敵が多くて、あとまあゾンビっすよね基本的に。洋芸は多分ゾンビとあとエイリアンっぽいやつ、プレデターみたいなやつ、ああいうなんかグロテスクな外見の敵が出てくるのが洋芸な気がしますね。まあ、日本でそれに近いゲームを作ってるのはやっぱりカプコンのバイオハザードかなと思いますけど、バイオハザードって結構あれなんか言うほどグロくないというか怖くないというか、
まあそれほどきつい演出もないし、なんかところどころネタもあるし、結構エロいし、まあやっぱ洋芸と比べたらやっぱマイルドっすよね、バイオハザードも。その点このゲームはなんかところどころ結構えげつない描写も多かったし、まあやっぱりそこら辺が日本のホラーゲームと海外のホラーゲームの違いかなと、文化の違いかなと思いますね。って感じで、あースタッフロール終わりましたね。お、マシンガン来ましたよ。クリアボーナスま、あー来た、ロケランあんのか、ロケランあるのかい。お、クリアボーナス、なにモデルビアってなに。来た、来ました、新しい難易度。累計クリアタイムは累計クリアタイム16時間46秒7分、あー違う、16時間46分7秒、累計死亡回数182回。ということは、まあ、1つのチャプターにつき、まあ、平均してまあ1回以上は少なくとも、あ違う、10回以上は1つのチャプターにつき少なくとも10回以上は死んでますよねこれえぐすげえなこれどんだけ死んでんのこれ。ノーマルの難易度がサバイバルっていう名称っていうのがもうなんかすでにね、なかなかわけわかんないんですけど、いやー終わったな。結局やっぱ15時間ぐらいで全部終わりましたね。あー終わったー。次はダウンロードコンテンツをやると思います。すすすすすす、お、チャプター選べんのか、マジかよ、それ早く言ってよ。まあいいや。ということで、今回は、ここまでにしようかなと思います。次回からそのね追加コンテンツの、やっていこうかなと思いますので、引き続きご視聴いただけると嬉しいです。ということで今回はここまでにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。